人を喰らう大蛇に悩まされていたある村の村人たちは、神の子としてさまざまな力を代々受け継いでいたある巫女の家に退治を依頼した。依頼を受けたその家は、特に力の強かった一人の巫女を大蛇討伐に向かわせる。村人たちが陰ながら見守る中、巫女は大蛇を退治すべく懸命に立ち向かった。しかしわずかな隙をつかれ、大蛇の大顎が巫女の下半身を噛み砕いた。それでも巫女は村人たちを守ろうと、さまざまな術を使い必死で立ち向かった。ところが足を失っては勝ち目がないと見た村人たちは、あろうことか巫女を生贄にする代わりに村の安全を保証してほしいと大蛇に持ちかけた。強い力を持つ巫女を疎ましく思っていた大蛇は、その提案を受け入れ、飲み込みやすいようにと村人たちに腕を切り落とさせ、だるま状態の巫女を頭から丸飲みにした。そうして村人たちは一時の平穏を得た。そう、ほんの一時の。後になって巫女を生贄に捧げるのは、彼女の家の者が立案した計画だったことが明かされる。この時の巫女の家族は6人。異変はすぐに起きた。大蛇がある日から姿を見せなくなり、襲う者がいなくなったはずの村で、次々と人が死んでいった。村の中で、山の中で、森の中で、死んだ者たちは皆左右のどちらかの腕がなくなっていた。巫女の家族6人を含む18人が死亡。生き残ったのは4人だった。己人間どもめ、それほど我が身がかわいいか。お前らのために命を落として戦ったというのに、貴様らの血が絶えるまで死死孫孫まで殺し続けてくれるわ。もともと魔月神だった大蛇に丸飲みにされた巫女は、その神通力により逆に大蛇を自分の一部として同化してしまった。俗称はなりじゃら、なりだら。古くはカンカンじゃら、カンカンだらなど、時代や地域によって呼称が変わる。闇の深淵を塗り込めたような漆黒の髪に三対の腕、下半身はぬらぬらとした蛇のそれ。カンカンダラを見た者はほとんどが取り殺されてしまうそうな。その後、力のある神社や巫女により御神域が設けられ、カンカンダラは外界に出ることができなくなった。御神域は数年ごとにその場所を移しているらしい。人里離れた森の中、今もなおカンカンダラはたたり神として御神域の中を徘徊している。あなたはいつかどこかで祀っている祠を見つけることがあるかもしれない。触らぬ神にたたりなしという言葉が昔からあるが、夢夢お気をつけくださいますよう。